はい、次クッキング行事を通して食に食にも触れてます。私たちの園は1年間を通してさまざまなクッキング行事を行ってます。でクッキング室というのがクッキングお料理をする専用のお部屋になってます。それは子ども用の IH があったりシンクがあったり、あとは大人用のキッチンと水道があります。ここで子どもたちはお料理をします。子どもに合った高さのシンクなので、ここでお米を研いだり炒め物をしたり、キッズクッキング、キッズクッキングは年長さん、各クラスの年長さんが自分たちで作りたいものを考えてその日の給食を作ります。なのでクラスによってさまざま作りたいものさまざまで、そのメニューを決定するまでもみんなで話し合って、自分が食べたいものはとりあえず最初にみんな何食べたい何食べたいってあげる中で、でもこの子はあれが嫌いだよねとか、こっちの子はこれがすごく絶対食べたいってなった場合、そこはみんなで話し合って、じゃあどうしようかって話し合えるのは年長さんになって、この自分の気持ちも出せるし人の気持ちも受け止められる、そこでみんなで考えて作った料理っていうのはやっぱりいつもの給食も美味しいけども、やっぱり自分たちで作ったっていう満足感とか達成感っていうのはものすごく大きくて、苦手な野菜、いつもの給食だとちょっと残すような野菜でも、もうバクバク食べちゃうような、そういう意欲もすごく起きてくれます。ドーン、今日は菜の花組のキッズクッキングだよ。ここね、なんか火がついてて熱くなってて、でこのフライパンをこの赤いところにやるとフライパンも熱くなるのね。で、あ、フライパン熱いから、このうち、そう触らないように、
チーズハンバーグ美味しかったよ、ありがとう。キッズクッキングすごく楽しくて、あの参加してるというか、栄養士と担任と、あとフリーの先生1人とで子どもたちでやるんですけど、すごく子どもたちのこの生き生きした感じとか、もう作りたいし食べたいし何やっても感動する、もう何をしても新鮮っていうのがすごくよくわかる時間です。こんな感じで各クラスでもういろいろ変わって、メニューもこんな感じでクラスごとに考えて、例えばこの右上のクラスは盛り方もちょっとこういう風に型に入れて盛り付けたい、本当にお子様ランチのプレートみたいにしたいっていうクラスもあったり、本当に様々です。